はい、こんにちは。ビューティー系 YouTuber、めぐみでございます。ということでね、このコーディネート、私のね、しまむらで、確か1250円プラス税、ね、この上。で、下がこの、ユニクロです。1980円かな、キッズコーナーにあります。この下はね、ユニクロで1980円で、今、なんか安くなって1200円くらいになってると思いますけれども、これはね、私今、大学生なんですね。女子大生なんですけれども、大学に、まあ今ね、その5月なんで、緊急事態宣言中ということで、オンラインと対面と、混ざってるわけですけれども、4月なんかね、毎日通ってたわけですよ、大学にね。で、その時、洋服をどうしていたか、皆さんご存知の通り、前動画出しましたけど、このしまむら5着、この下ユニクロ5着買ったっていう。ね、だから毎日同じ服、毎日同じ服、ずっと同じ服、常に襟のでかい人っていう。で、完全装備を手に入れて、それで毎日、もうほんと考えんのも嫌だから。皆さんね、コメントでさ、色違いはとか言うんだけど、色違いって時点でどっちの色着ていくかっていう選択が出ちゃうじゃん。その選択を限りなく潰して、もう今日、もう明日も明後日も、ゆえにこれしかありませんっていうのが大好きなんです。めんどくさいから、ファッションに興味が基本的にないんですね。基本的に興味がない。で、ファッションしたいんだったら私の場合、こう、ね、ビデオの前とかステージとか、ね、番組とか、そこありますから、そういうところでファッション楽しめばいいかなっていうところで、基本これでね、毎日行っていたんですけれども、ね、これ前回紹介しました。ね。4着、今着てるのと5着じゃん。さらに今回特盛りでございます。はい。5着。わけがわかんない。5着これで追加したんです、私。はい。なので、この、お前は偽かっていう、ね。同じの10着 !10 着あります。はい。で、この下のユニクロも10着にマシマシしました。なので今私はこれ10着持ってる。隙がない。ね、私やっぱね、洗濯とかできないんですよ。重い病によって洗濯とかできないので、まあ、頼んだり、友達にやってもらったりとかっていうので、やってるので、なんか不安だよね。不安。なんか、どうしようっていう。あと、もう一回これに慣れちゃった。この、私の、肌状況とか、身体状況が、この服に適応しちゃったから、おい、違う服着るなよみたいな指令が飛んできてて、これ、ボロボロになってっちゃったら困るじゃん。だから、大学4年間を耐えきるあたり。10個あれば結構いけんじゃないっていう。春夏秋冬、これにね、私基本春夏秋冬服変わんないんですよ。上に羽織っていくタイプ。十二一重と同じ思考をしてるんで、寒かったら1枚追加、寒かったら1枚追加、暑かったら1枚脱いでいくみたいなところで。これ10着買ったわ。しまむら行って、まあユニクロは、通販できますから。いいんですけど、まあ、しまむらも通販できんじゃんって話なんですけど、これがね、ネットショッピングになかったんですよ。で、店舗行ってね、しまむらの店舗行って、すいません、こちら、ファッションセンター、すべてのファッションが集まるファッションセンターですよね。今私が着ているこの服、欲しいんですけど、在庫確認していただけますか？お取り寄せできますか？少々待ちよ。あります。何着ご所望ですか？ 5 着お願いしますと。これで10着になるぞと思って。ただ、なんか、在庫がバラバラしちゃってて、その店舗に5着を集めるのにちょっと時間かかっちゃうから、取り寄せなんだけど、いつっていう風にはできなくて、ちょっとお待ちいただけますかっていう風になったんですけど、結構、でもそうは言ってもいつも通りと早く、スパーンと届きましたけど。で、全店舗に、450着ありますけれども、1500着か。1500着ありますけれども、どうなさいますか？いらないよ、そんなに。うちさ、一着の、ね、たった一着のロックンロールの店になっちゃうでしょ。しかも、しまむら代理店になっちゃう。聞き方間違った。1500着ありますけれども、どういたしますかって。じゃあ、オールインでとか言ったんです。わかりましたってなったのかなそこの店舗で、これね、すでに5着買ってますから、まあこれが、なんかこれを買う人みたくなってるんでしょうね。多分、店員さんで、あの人また襟のでかいチェックのシャツ買ってったよ。なってんのかもしれませんけれども、1500着ありますが、どうなさいますか？いや、5着。すいません。5着だけでいいんです。もうすでに5着ありますし、5着いただけの10着、あ、でもどうせ10着いくか、とかって。迷ったんですけどね。まだあると思いますよ。まだ大丈夫。島村行って、これ、この動画見せればいいじゃん。これ欲しいって言えば。それは、まだ大丈夫だね。全店舗まだ1500着あるぐらいだから、まだ残ってんじゃない？むしろ在庫処分される前に手に入れなきゃ、もうね。最近半袖ですから。私半袖ダメなので、半袖はダメっていうか、半袖は別にいいんだけど、半袖着る場合上にストールとか何か羽織らないと嫌なんですね。腕出したくないっていうのがあって。なので、そんな感じ。で、ユニクロの方はね、もう値段が下がっちゃってたので、これないかもしんないけど、そもそもで、このさ、ただのプリーツスカートですよ。なので、これは、まあなんか、超定番じゃん。だからまた出てくる。似たようなのっていうかさ、ただのプリーツスカートですから、まあ大丈夫かなと思うけど、上はね、なんか、この私チェック好き。ね、オタクの皆さんチェック好きでしょあと、襟でかいの好き。こう、襟でかいの好きなんですよ。で、これで行ってます。学校でね、いつも同じ服だよね。先生に言われて、はい。これ、10着かで買ったんですああ、そうなんだって。私、こういうの苦手なんで、もう嫌なんですよ。制服があったらよかったね。それ制服もう、支給しよう支給普段着、皆さん困ってるでしょ？普段着どうしよう。これ。おぬぬめです。10着。これもう大丈夫でしょ。これ安心でしょ。別に大学じゃなくても、どこへ行こうというのかね。君はラピュタの前にいるのだよ。ね。どこへ行こうかと、ね、こうちょっと、ラピュタ行きたいんだけどなーっていうね。ラピュタ行きたいんだけど、ちょっとリューノスが、タイミングよくリューノスが出てきちゃって、着ていく服がないってなったら困るでしょ。その時、これがずらーっと下がってると、何も考えずに一個抜くって。一個。選択肢はない。やっぱり、だってさ、考えてよ。RPG でさ、おしゃれしないじゃん。RPG でさ、一番最強の鎧と、一番最強の剣を装備するじゃん。ねえ。ないでしょ ?2 個、3個。もう、ロトの鎧とロトの剣取ったら一生ロトの鎧とロトの剣じゃないですか。だから、そっちは理にかなってるわけ。今日は、どれで戦おうかなってやってたらさ、やられちゃいますから。ね。A グレード、B グレード、C グレード、カルミアンローブなんかさ、もう何ヶ月もかけてさ、やっとさ、C グレーカルミアンローブとか取っていくわけですよ。で、ようやくカルミアン装備揃ったのにさ、その機内に言えないじゃないですか。最強の一着を、皆さんもぜひ、見つけて、10着買えばいいんじゃないですか、私のように。何を言ってんだよ、人はいるかもしれませんよ。おしゃれが好きな方はいいんです、それで。おしゃれ魔女の方はそれでいいと思います。シャイニング2期、ね。ミラクル2期の皆さんはそれでいいと思いますよ。私はバーチャルでシャイニング2期。で、私、シャイニング2期ね、2期が着てる服のが私が着てる服より高いからな、みたいな。なんでお前の服はガチャから出るんだっていう。着せ替えは、そっちで楽しまなくて、自分は、いいんだよ、これで、みたいな。いいんだよ。ね、動画もさ、お仕事とか、スタジオの時はロリータ。ね。あと、こういう普段の時にバシッとやるぞっていう時は、セーラー服着て。っていう、もうパターン私決めてるから着れるんですよ。だから外に行く服って、今んとこ私外出てなかったので、今んとこっていうか、引きこもり伝説を語り継いでますから、私こそが引きこもりっていうね、人の二つ名は引きこもりっていうところで、服一着で十分だったんですよ。月に1回とかしか出ないんだからそもそも週1回スーパー行きゃいいやみたいな。あとは、なんか、スーパー以外どこ行くんですかって、教会。教会以外どこ行くんですか、まあ、月1仕事ぐらいみたいな。毎日出るにはどうしようどうしようどうしようといった結果、5着では心もとない10着。以上でございます。聞いていただいてありがとうございます。皆さんも、私服の制服か、何言ってるか分かんなくていいです。はい。またお会いしましょう。バイバイ。